夢の中ですね。自分は K-1 チャンピオンになりたかったのでなっているわけですから起こしてやるしかないですね。夢からじゃないと俺の夢が絶たれてしまうので。夢をつかめるのはただ一人。1993年4月30日代々木第一体育館、 K-1 旗揚げから30年、その記念すべき大会のメインイベントに導かれた男。生かされてますね K-1 に、K-1 スーパーライト級王者大和哲也。一度は諦めたんですけど再びこうやって夢を持ってやってくることができました。夢の始まりは2010年、代々木第一体育館。 K-1 日本トーナメントで3試合連続左フックでの KO 勝利を収め堂々の優勝。 K-1 世界王者の夢に向かって歩み始めた。しかしその矢先 K-1 が消滅。行き場をなくした大和はムエタイを主戦場に次々とベルトを獲得していく。その一方で一度は途切れた夢への道が再び開かれていた。そして2017年、覚悟を決めた大和はムエタイの誇りを胸に再び K-1 の舞台へ。全ては夢をつかむために。しかし挑んでも挑んでもつかめない、届かない。それでも決して諦めなかった。自分のやってきたスタイルを捨ててものを貸したかった。やれることは何でもやった。そして去年4月、三度手にした夢への挑戦の舞台は運命の場所、代々木第一体育館。対する王者は同じ時代を生きた山崎秀明。切りを出してくるんで相手からしたら肉だろうなと思いましたね。今度はパンチ、日本トーナメントを制した12年前と同じ会場、同じ左フックでついに夢をつかみ取った。やっぱリングには出ますね全てが。じゃあ僕がもし初めてのベルト挑戦で前回タイトルマッチ挑戦したら多分ビビっていってないですよね。多分いけてないと思います。あのカウンターっていうのは実績があったから出たと思うんですよ。それは勝ちも負けも全て性格も経歴も実績も全て出るんで。12年越しに叶えた34歳での K-1 世界王座体感。今までは取ったことに満足したんですね。でも今回満足していなくて本当にスタート地点に立ったなと思っている思いが強いので。夢みたい本当に。自分がチャンピオンでいる間はまだこの夢が続くので、自分を通じて人に感動を届けたいって思いが強いので、それって K-1 チャンピオンができると思うんですよ僕は。だからそのためには僕はこのベルトと一緒にこう成長していきたいなと思ってます。去年9月には初防衛戦でかつて敗れている佐々木大蔵と魂のこもった打ち合いを展開。圧倒的不利と言われた下馬評を覆しベルトを守り抜いた。今が絶頂期ですよ。まだまだ強くなってると思うし、まだまだ伸びしろがあるし、回り回って格闘技も本当に楽しくて。そして次なる防衛戦は K-1 年間最大の祭典 K's フェスタ。舞台は夢が始まり夢をつかみ取った代々木第一体育館。ドラマチックな人生だと思うんですよ僕は。本当に思うんですよ。さらには自身初となる
K-1 のメインイベントに大抜擢。運命に導かれた。だから旧 K-1 も知る、今の K-1 の王者である僕が K-1 という形をしっかり体現したいですよね。もう最高の感動と最高の戦いをメインイベントとして披露したいですね。生きててそんなチャンスって来ないので、人生かけて頑張ります。挑戦者林健太、魂を拳に乗せて攻めて攻めて攻めまくる。ディフェンス度外視、とにかく狙うは KO 勝利。もう全然攻撃せえへんやんて、こうゲームやったらこう丸連打してるぐらい早いけよって、俺の試合でそう思わせたくないですね。みんなの心のコントローラーの丸ボタンが壊れないようにっていうのは心がけてますね。見る者を熱狂させる戦いにこだわる理由、そこにある一つの思い。2013年クラッシュでプロデビュー。順調に勝ち星を重ねるも、生活していく上で子供がいて金銭的に厳しかったので、ちょっと格闘技やめようと思ってやめて。そんな林に声をかけたのが当時のジムの先輩山崎秀明だった。お前は格闘技の世界に戻ってこいって、お前絶対にチャンピオンになる才能を持っとうからって言ってくれたんですけど、いやマジで金銭的に厳しいから厳しいですねみたいな話してたら、その応援してくれてる人がその生活費もサポートしてあげるからもう一回頑張ってみいひんみたいなこと声かけてもらって。一度は諦めかけた格闘技の道、周りのサポートがつなげてくれた。感謝の気持ちを拳に込めた。みんなに笑ってもらえる熱い戦いを。そして2018年K-1 ライト級世界最強決定トーナメントで優勝を成し遂げ、たどり着いたタイトルマッチ。相対するは完全無欠のテクニシャン浦部晃也。王者圧倒的有利の下馬評の中で、みんなの思いに応えたい、その一心でとにかく攻め続けた。そしてついに10ライト級K-1 ライト級王座を掴み取った。こんなに幸せでいいのかと思いましたね。ヒデさんと喋ったのは俺を追い越して先 K-1 と言われたって、ヒデさんからしたらおいおい行き過ぎやぞって冗談っぽく言って笑ってました、ね、しかしその幸せは長くは続かなかった。2020年、試合中に顎を骨折、長期欠場を余儀なくされ、続く防衛戦でも健闘むなしく判定負けで無念の王座陥落。ベルトなくなっちゃったマジかよ、俺もう向いてへんのかな。潮時かなとは一瞬よぎっちゃったっすね、さすがにあの時。でも頭の中で応援してくれてる人たちの健太頑張れよみたいな、応援してもらった分を全然何も返せてないんですよ。このまま終わったら俺ほんま情けないなって。支えてくれるみんなのために何度だって立ち上がる。2階級制覇に向け新天地スーパーライト級で再び歩み出した林。やはり拳だ、強肩だ。結果を求めすぎて技術にこだわり自分らしさを失った時もあった。林健太が8で技術2ぐらいやったのが、
こっちを6ぐらいにしてこう増やしていたらだんだん林家の方が減っていっちゃうんですよね。でもこの技術っていうのは減らないんで、今まで一生懸命やってきたから、そこに林健太を乗せれば完成されていくんじゃないかな。進化した自分らしさ、あくまで自分らしく。俺が世界チャンピオンになりたいっていうよりも、世界チャンピオンになった姿を見せたいのが強いかも分からんですね、俺の方は。みんなが支えてくれるこの格闘技人生だからこそ、チャンピオンになりたいとかそういうのじゃないですよ、チャンピオンになる。パンチが強い。パンチがね、これ硬そうなイメージがありますね。パンチ強いなって思いますね。特に左強いなって。詰めてくるか。なるほど。宣言しましたね。左捉えた。一瞬で一撃で切り落とす。まあそれが一撃ヒットの山哲也かなと思ってるんで。簡単な話、あのリングの中でどっちがパンチが強いか、どっちがどつき合いが強いか。ヒデさん勝つと思ってたので、山本選手すげえなって思いましたね、純粋に。確信したんですね、この試合やっぱ本物やなと。やけど下馬評ほぼ 10-0 の試合を経験してるので。どんなに気持ち強くても、我慢強くても、負けん気強くても、一発顎を打ち抜いたらもうそれ終わりなので。今度はパンチ、K1 といえば KO、 K1 らしい切り合いのような試合をしたいなと、はい、しましょう。K-1 ワールドグランプリスーパーライト級タイトルマッチ、王者大和哲也 VS 挑戦者林健太。